ジュゼッペ・ロッシは、アメリカ合衆国、ニュージャージー州、ティーネック出身のサッカー選手。レアル・ソルトレーク所属。ポジションはフォワード。元イタリア代表。1982年にワールドカップを制し、同大会で、得点王となり、英雄となったパオロ・ロッシと同性であること、またパオロ・ロッシの愛称である、パブリートと互換が似ていることから、イタリア語名、ジュゼッペの愛称系である。 ペピートと呼ばれる。イタリア人の両親の下に、アメリカニュージャージン州で生まれ、サッカーのコーチをしていた父親の影響で4歳の時にサッカーを始めた。イタリアに渡ると、パルマ FC の下部組織に入団し、ルカチガリーニやアルトゥーロルポリラと共に、アリエビナツヨナーレで全国制覇した。マンチェスター U2004 年27歳で、マンチェスターユナイテッド FC へ移籍した。 アメリカ育ちであり言語習得の必要がなかったことも理由の一つだと語っている。11月10日のカーリングカップクリスタルパレス FC 戦で初出場した。移籍初年度の2004から05シーズンはリーグ戦出場なしに終わったが2005年10月のサンダーランド AFC 戦でプレミアリーグデビューし2005から06シーズンは 公式戦10試合に出場して4得点した。しかし層が厚いユナイテッドでは満足な出場機会を得られず2006から2007シーズンは入ッするユナイテッド FC へレンタルされた。しかし入ッするでも11試合出場無得点と活躍できず2007年1月に古巣のパルマ FC にレンタル移籍した。初出場となったトリの FC 戦では 10試合勝ち星がなかったチームに勝ち点3を与える得点を挙げた。クラウディオ・ラニエリ監督が就任したパルマ FC ではすぐさまポジションをつかみ、19試合で9得点を挙げて、パルマの広角圏脱出の立役者となる活躍を見せた。2007年3月にはシンウェンブリー・スタジアムでのオープニングゲームとしての U-21 イングランド、 代表対 U-21 イタリア代表の試合に出場した。2007年6月 U-21 欧州選手権に出場した。ビジャレアル CF2009 年にビジャレアルでプレーするロッシ2007年8月1日移籍金670万ポンドの6年契約でリーガエスパニョーラのビジャレアル CF へ完全移籍した。八月十六日リーグデビュー戦となった。 バレンシア CF 戦で得点したが、ロッシは、プレミアリーグとセリエ A のデビュー戦でもそれぞれゴールを上げている。開幕直後からゴールを量産していたが、11月に右膝半月板を負傷した。復帰してからは、ニハとカフベチとコンビを組み、前線でのチャンスメイクに、非凡な才能を見せた。最終的には、リーグ戦27試合出場11ゴールをマークし、 リーグ2位と2008から09シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ出場権の獲得に貢献した。2008から09シーズンは怪我で出遅れたものの、復帰後は得点を積み重ね、2月9日の CD ヌマンシア、戦では1試合に得点を挙げた。2月終了時点で早くも2007から08シーズンの得点数を抜いたが、3月に入ってからは得点が、 ぴたりと途絶え、結局12件でシーズンを終えた。UEFA チャンピオンズリーグでは、オールボー BK 戦やパナシナイコス FC 戦などで、計算得点した。2009年7月27日、AC ミランの公式サイト上で、ロッシュ獲得が発表され、数秒後にそのニュースは削除された。これはクラッカーがいたずらで掲載したものだという。2010年2月には、 父親の看病のために期限を定めずに、アメリカに帰国したが、父親は2月23日に亡くなった。2011年1月25日、ビジャレアル CF との契約を2016年6月30日まで延長した。同年夏には、FC、バルセロナや、ユベントス FC や SSC、ナポリなどが、ロッシの獲得に動いたが、結局合意には至らずに残留した。 8月25日、UEFA チャンピオンズリーグ、本戦出場プレイオフのオーデンセビー系戦、セカンドレグでは2得点を挙げて、グループリーグ出場を決めた。2010から11シーズンは、最終的に56試合に出場し32ゴールを記録した。2011年10月26日、レアルマドリード戦で、右膝の全十字靱帯を損傷し、 全治6ヶ月の離脱を強いられることとなった。2012年4月13日に右膝前十字人体を再び負傷。手術は成功したものの6ヶ月の離脱を余儀なくされ UEFA ユーロ2012本大会の欠場が確定した。フィオレンティーナ2013年1月5日、フィオレンティーナへの移籍が発表された。移籍金は900万ユーロで条件付きで、 ボーナスがプラスされる。2012から2013シーズンは、怪我から復帰した最終節の1試合のみの出場となった。2013から14シーズンは、開幕からレギュラーとして活躍。2013年10月20日に行われた、タイユベントス FC 戦では、自身初の公式戦でのハットトリックを記録し、チームにとって15年ぶりとなるホームでの宿敵相手の勝利に貢献した。 この試合のロッシュの採点は、地元フィオレンティーナ関連サイトでは、すべて10点、イタリア全国スポーツ紙のがゼッタでロスポルト、コリエレでロスポルトの2種からも9点という破格の点数が付けられた。このシーズンは前半戦だけで14得点と、得点王争いのトップを走る活躍を見せたが、年が明けた2014年に1月5日、タイリボルの戦で、 レアンドロリナウドからタックルを受け右膝を負傷。一時は現役引退の可能性も囁かれたが、検査の結果、古傷の十字人体ではなく内側人体の損傷であったことが判明。手術は行わず、2ヶ月の保存治療を行うことになった。5月3日のコッパイタリア決勝 SSC、ナポリ戦で復帰。その後のリーグ戦で3試合で2得点。 最終的に21試合出場で16得点で、チーム得点王、リーグの得点王ランキング7位でシーズンを終えた。2014から15シーズン開幕前の練習中に、またしても膝を負傷。このシーズンすべての欠場となった。怪我の影響とニコラカリニッチの対等により、出場機会が減ったため、2016年1月25日に、レバンテ・ユーリーへ、半年間のレンタルが決定。 17試合で6得点を挙げたものの、チームは最下位で、セグンダ・ディビシオンへ降格した。2016年8月28日、セルタデビー越えレンタル移籍。2017年4月3日の UD、ラスパルマス戦ではプリメーラ・ディビシオンで、イタリア人として3人目となる、ハットトリックを達成し、勝利に貢献した。しかしその6日後に行われた SD ・エイバル戦で、 再び人体断裂の大怪我を追い戦線を離脱した。シーズン終了後、セルタはレンタル1年延長のオプションがあったが行使せず、さらにレンタル元のフィオレンティーナとの契約も満了となったためフリーエージェントのまま治療を行っている。レアルソルトレーク2020年2月27日、レアルソルトレークと契約した。2011年9月6日に、 イタリア代表として、スロベニア代表戦に臨むロッシュ U-17、イタリア代表や U-19 イタリア代表を経て、U-23 イタリア代表でも、主力として活躍し、2008年の北京五輪にも、出場。チームは準々決勝で敗退し、メダル獲得はならなかったが、自身は4得点を上げ得点王となった。2008年10月11日、 2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のブルガリア戦でイタリアへ代表デビュー2009年6月6日の北アイルランドとの親善試合で代表初ゴールを記録同年のコンフェデレーションズカップのメンバーに選出されたグループリーグ初戦のアメリカ戦ではミドルシュートで同点ゴールを決め後半ロスタイムには追加点を決めて逆転勝利に貢献した 2011年2月9日に行われたドイツ代表との親善試合では途中出場して同点ゴールを決めた。6月4日 UEFA ユーロ2012予選のエストニア戦では先制点を決め、さらにシュートを何本も放って勝利に貢献した。ブラジル W 杯には2013年の活躍から直前までは代表に入っていたものの2014年初の怪我が、 影響して、本戦メンバーからは外れた。アメリカ育ちで、第一言語は英語だが、イタリア語の教師をしていた両親にイタリア語を教わり、アメリカに言いながらイタリア語も習得した。子供の頃からジャンフランコゾラのプレーに憧れていた。なお、父親の影響で AC ミランのファンだったことを公言している。イタリア代表監督のチェーザレ・プランデリは、 テクニックとスピードを兼ね揃えたモダンな選手で、すべての監督が欲しがるような FW であると評価している。ありがとうございます。